こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今こうやって普通に日本語を話しているけどさ、日本語について深く考えることってあまりないよね。日本人であること、そして日本語を話すことは当たり前だと思っているよな。でも、よくよく考えたら、日本人って何者なんだって話だよね。では今回は、日本人とは何者なのか、特に言語に注目して解説していくぜ。それはいい視点だね。この動画を最後まで見れば、日本語の特徴やちょっと変わった特殊性についてわかるぜ。わあ、楽しみだよ。それではゆっくりしていってね。世界のどの言語体系にも属さない孤立言語。日本語は難しいとよく言われているよね。そんな日本語には、いくつか特徴があるんだ。それは具体的にどんな特徴なの？日本語について、文法的な面から、または語彙的な面から、あるいは発音の面や民族学的な面からなど、様々な研究がされているぜ。何か決定的な定説はあるのかな？それはないようだぜ。言語学上は、世界の言語の系統のどこにも当てはまらない、孤立した言語となっていることが多いようだな。孤立って言い方はなんか寂しいね。一般的に、言語の成り立ちは文明の侵略や導入によって、一緒に入ってくることがほとんどだ。その文明の恩恵に預かるためには、その文明が持っている言語を使わざるを得ないからだぜ。つまり、文明が広がることによって、言語が広がっていくことになるわけだね。自発的あるいは人の流れに乗って文明を導くこともあれば、植民地のように強制力を持って文明を移していくこともあるんだ。もともと使われていた言語は、文明の広がりに伴って放射線上に辺境へと追いやられていくぜ。なるほどね。日本が取り込んだ言語を伴った最初の文明は中国文明だ。政治の仕組みとしての律令の導入と、仏教の導入がその中心だったんだ。この時に一緒に導入された言語が漢語だぜ。そのまま漢語が日本の言語として定着する、素地は十分にあったわけだよね。漢語は国の正史や記録としての公用語としての地位を獲得していった。高等を中心として、役人エリートたちは、こぞって漢語を身につけたんだぜ。そうすることによって職に就くことができたってことか。本来ならば、この段階で日本の言語が漢語になっていても、おかしくなかったはずだよな。そうであれば、日本語は紛れもなく、中国語文化圏として漢語の系統に属することになる。どうしてそうならなかったんだろう？この漢語を元にして、文字のなかった話し言葉だけの、現日本語に対応する文字を発明してしまったからだぜ。なんでだろう？理由はわかっていないぜ。様々な推測はあるが、決定だがないんだ。話し言葉としての現日本語と、漢語の音があまりにもかけ離れていたため、文字としての漢語は定着する方向に行ったが、話し言葉としての漢語は、広がりきらなかったともされているぜ。なるほどね。また、現日本語の言葉の並びがあまりにも漢語と離れていたため、漢語を直接理解することができなかったんだ。理解するためには現日本語への変換が必要になり、そのための変換ツールとしてかなが発明されたとも言われているぜ。要するに、漢語からかなへ、そしてそこから現日本語へ変換ってことだね。結果として、漢語を使いながらも現日本語に対応する文字を生み出し、全く新しい言語として、どこの系統にも属さない、日本語が名を作り出してしまったわけだぜ。ある種の奇跡ということだね。世界には文字を持たない言語がたくさんあり、未発見の言語もたくさんあるんだ。文字を持たない言語の系統整理は、さらなる困難を伴うようだぜ。現日本語の系統についても、様々な説があるわけだもんね。文字を持った日本語よりも、さらに漠然としたものとなっている。それだけに、楽しく想像することはできるが、定説とはならないようだぜ。いずれにしても、2000年以前のことなので検証は難しいんだね。文字のない時代の言葉をそのまま受け継ぐ言語。文字のない時代の言葉は現日本語として、古代大和言葉とも呼ばれているんだ。漢語の導入が西暦500年頃だと思われるので、それ以前は文字のない話し言葉だけの世界であったようだぜ。古代大和言葉って、どんな成り立ちなの？それについても、ほとんどわかっていないんだ。しかしひらがなの発明によって、古代大和言葉を現代に継承することができているんだぜ。へえ、そうなんだね。世界の中で、様々な文化と触れながらも、その文化に言語が影響を受けなかったことはないぜ。程度の差はあるが、文化を具現化しているものは言語だ。差の大きな文化が導入されると、その文化の恩恵を受けるために、言語そのものが置き換えられていくわけだね。当時の世界の最先端文明である中国文明の導入は、漢語という言語を介して行われた。ほとんどのことが書物という文字を通して導入されたんだぜ。ふむふむ、漢語を使えることが文化の担い手としての証であり、漢語で表現することが国の中枢に関わっていることだった。
自然な流れからすれば、古代ヤマト言葉は全て漢語に置き換わっていたはずなんだぜ。それがなぜ、置き換わらなかったの？漢語を利用して、古代ヤマト言葉に対応する文字を発明することができたのかは、全くわかっていないことだ。言語学上の奇跡としか言いようがないんだぜ。現代でも解明はできないんだから、確かに奇跡なんだろうね。そして、ひらがなの原点として言われるのが万葉集だ。収められている歌を表現したものが、万葉仮名と呼ばれる古代ヤマト言葉の音に対応する漢字を当てはめたものだぜ。仮名とは言っても、見た目は漢字そのままだよね。直線和歌集として天皇が自ら音頭を取って編纂されたものの存在は、公用語としての漢語とは別の言語の生きる場を示しているものだ。身分を超えた文化として存在していた歌を書き残すために、文字を発明したということができるのではないだろうか。ほう、確かにね。さらに、ひらがなの存在を確実にしたのが直線の古今和歌集の時代だぜ。というと、この時代のひらがなの最大の担い手が紀貫之だと思われる。古今和歌集に漢語による序文であるマナ序と共に、仮名で書かれた序文であるカナ序を編纂したのが、紀貫之と言われているんだ。古今和歌集のカナにはまだまだ見た目は漢字に近いものが多いが、一部では崩れてきて、ひらがなに近くなっている文字もあると言われているんだぜ。へえ、そうなんだね。女性や子供が、仮名で古代ヤマト言葉を表現していたことは間違いないようだが、実際の文字を書く必要があったのはかなり身分の高い人だと思われるぜ。和歌はどのように書いていたんだろう？和歌そのものはどんなに身分の高い人であっても、仮名で書いていたみたいだぜ。なるほどね。ひらがなが今の形で安定したのはつい最近のことだ。仮名文字はどんどん崩されていって、今のひらがなに近い形になっていくが、そこまでにはかなりの時間を必要としていたんだぜ。知られざる長い歴史があるんだね。時代とともにあらゆる階層で文字を使うことが増えていった。誰でもが使える一番簡単な文字として、ひらがなの定着が、そのまま古代ヤマト言葉を継承していくことになったのではないだろうか。自然の音を言葉として受け取る感覚を持つ言語。30年以上前に、言語学と脳科学の立場から発表された研究がある、角田忠信先生の日本人の脳だぜ。それはどんな研究なの？脳外科医としての経験からなされた様々な実験や研究は、個人差や例外の捉え方を含めて現在においても十分に評価されている内容なんだ。具体的に言うと？具体的には言語を司る左脳と、音楽を司る右脳が幼児期に身につけた言語によって異なるというものだぜ。おお、それは興味深いね。使用言語としての特徴が人に現れるためには、幼児期にどの言語によって育ったかが決め手となるんだ。個人としての脳が一番発達する5歳頃までに、どの言語で育ったかが大切になるぜ。幼児が身につけた言語のことを、母語と言うんだよね。母語は複数の言語を選ぶことができないと言われている。つまりどういうこと？通常であれば父母の言語は同じなので、特に意識することなくとも父母の言語と同じものが母語となるような、両親が日本人で日本語を使っていれば、特殊な事情がない限り子供の母語は日本語になるわけだぜ。それは間違いないね。父母の言語が異なったり、日常生活の言語が母語にしようとする言語と異なる海外生活などの場合は、幼児の母語習得の環境に悩むことになるんだぜ。ほう、幼児期から苦労しちゃうわけだ。母語として身につけた言語を日常語として使う人のことを、母語話者と言うんだ。ふむふむ、人が使う言語は大きく分けて、母語、第一言語、第二言語のようになる。通常は母語と第一言語は同じ言語となるが、環境によっては母語と第一言語が異なることがあるぜ。個人が言語としての特徴として影響されるものは全て母語によるものだ。母語をどの言語で身につけたかによって、脳の機能と言語による特徴が決まるんだぜ。へえ、それは知らなかったよ。身につけた母語と異なる言語環境の中で、幼児期以降の日常語での生活をすることになると、母語と異なる第一言語を身につけて使用することになるんだ。言語の感覚が異なるから、コミュニケーションで苦労しそうだね。ああ、そうだぜ。これは国籍や人種は関係あるのかな？いや、全く関係ないぜ。母語として日本語を身につけているものであれば、誰であっても同じ特徴を示すことになるんだ。さらに第一言語として日本語を使用しているものであれば、より顕著にその特徴が現れることになるぜ。そうなんだね。比類なき多彩な表現力を持つ言語。英語との比較において日本語の表現力を見ると、一つ一つの表現の曖昧さが目につくんだ。それは、例えばどんなこと？文法の運用についても例外使用の多さが目立ちすぎて、果たしてこれで文法と言えるのか。特に省略される言葉の多さなどだな。ふむふむ、会話で何気なく使っている文においては、主語は愚か述語までが省略されていることもあって、
対象となる一文だけでは意味すらわからないものもあるぜ。ああ、確かにね。これをひっくり返してくれたのが、明治維新期におけるヨーロッパ文明の導入だ。開国をしたのはいいが、国力がないので、そのままではあっという間に、列強の植民地としての草刈り場になってしまうところだったんだ。それを防ぐためには、一日も早く対抗できるだけの国力をつける必要があったわけだよね。その基本政策が富国強兵だ。徹底的にスピードを伴ってヨーロッパ文明の吸収が行われたんだ。様々な分野の剣王使節団が出されて直接ヨーロッパの文明に触れてくるとともに、数多くの知識が書物としてもたらされたんだぜ。となると、翻訳が必要になってくるね。この時に日本語として理解するために大活躍したのが漢字だ。数多くの新しい漢字が生み出されたんだ。憲法、民法、自由、責任、義務、哲学、統計、理論、演説、賛成、人民、など、あらゆる分野にわたって新しい言葉が作り出されていったんだぜ。へえ、そうなんだね。やがてこれらの言葉は、中国に逆輸出されて定着していくものが出てくるんだ。現代中国の言葉のうち、1割以上は和製漢語と言われる日本製の言葉となっているんだぜ。言葉にも逆輸入があったなんて驚きだね。中華人民共和国という国名ですら、元々の漢語は中華のみだ。人民も共和国も日本で作り出された言葉が、中国に渡って定着したものなんだぜ。ほう、それはびっくりだね。漢字の持つ造語力のおかげで、新しい言葉や新しい意味がたくさんできたんだ。後に日本語訳されたものを作者が読んで確認すると、自国の言葉で書いたものよりもより正確に表現されていて、間違いも発見しやすかったと述べているものもいるくらいだぜ。作者の言葉より正確ってすごいね。日本語の表現力としての幅の広さは、情景や感情の表現だけではなく、様々な分野におけるより的確な表現のためにも活かされていったんだぜ。現代の日本は、翻訳本の宝庫と言われているんだよね。世界中のあらゆる分野において、日本語に翻訳された本が一番多いと言われている。韓国やインドの学生は、日本語を勉強して日本に来ることを目指す者が多くいるんだ。そのほとんどの人が、理由として世界の最先端の知識が日本語で手に入ることを挙げているぜ。なんだか誇らしいよね。自然界の音から音楽や専門的な技術や知識まで、あらゆることを的確に表現できる力を持っている言語だから、しっかりと使いこなしていきたいよな。世界の最先端文明を取り込んだ言語。縄文弥生時代を経過した日本に、現日本語としての話し言葉があったことは間違いのないことだ。地理的にもアジア大陸との隔たりは、今ほど大きくなく行き来もある程度はあったと推察されるぜ。一番身近で、巨大な中国文明があったしね。その影響を大きく受けたことは、様々な史実により確認ができることだぜ。中国からは何を取り入れたんだろう。法体系として国を運営する基本としての律令や、国として人心を治める思想としての仏教などを中国から持ってきたんだぜ。それってやっぱり書物で持ち込んだのかな。文字のなかった日本に漢語を導入し、その漢語文明を伝え広げるための媒体としたんだ。この漢語が、国としての正規の記録用の言語として用いられるようになるぜ。そうなんだね。政治の分野と仏教の分野においては漢語が公用語として定着していった。この漢語を使って、現日本で文字のない言語である古代大和言葉に、文字としての仮名を発明したんだぜ。ほう、なるほどね。中国文明は漢語として、また古代よりの日本独自の文化は仮名として、混在することが可能であったと思われる。漢語による文明は政治や仏教の及ぶ分野に限られ、一般的な生活にはそれほど深く浸透していかなかったようだぜ。皇族とか、貴族や政治の世界であっても同じだったの？すべての言語が漢語で行われたわけではなく、歌を中心とした普段の生活の言葉は大和言葉であったと言われているぜ。そうなんだね。巨大な文明を取り込むときには、結果として言語そのものが大きな文明の方に取り込まれてしまうというのが定説だ。世界中には数えきれないほどの例があるんだぜ。ふむふむ、新しい文化に対応する言語と古来の文化を伝承する言語を分離し、かつ両方が日常語として存在するという離れ技を成し遂げたんだ。日本語が消滅しそうになったことはあるのかな？太平洋戦争後は日本語消滅の大きな危機だったぜ。戦勝国による分割統治によって、各国へ併合される危機でもあったからな。そうなれば、日本語は消滅していたわけだね。結果として日本語は残った。それまでの教育の成果としての識字率の高さが、日本語の存続を決定づけたと言われているぜ。へえ、それは良かったよ。両国としての方針や施策を徹底させるためには、識字率の高さを利用することが有効であると考えられたことから、日本語による戦後教育が推進されたんだぜ。戦後のアメリカ文明への対応は、漢字とカタカナだったの？
そうだぜ。さらにはアルファベットによる対応も身につけ、日本独自のローマ字まで生み出したんだ。どんどん進化していったわけだね。戦後のアメリカは世界最先端を走る文明だ。これをものの見事に取り込んでいったんだぜ。それはすごいね。大きなレベル差のある文明を取り込んだ時には、大きな文明の言語に今まで持っていた言語が取り込まれてしまうのが自然の流れだ。うん、確かにね。日本語はひらがなで古来の言語を継承してきている。漢字、カタカナ、アルファベットで、それぞれの時代の世界最先端文明を取り込んできたんだぜ。世界でも類を見ないほどの、奇跡的な言語なんだね。文化文明の表現はいろいろな形があるが、その基本となるものは言語だ。表現をするための言語にこれだけたくさんの種類を持ったものは、日本語以外にはありえないぜ。新しい文明を取り込んだ時に、新たに書き足すことで成長していったんだね。現代日本語の基本表記は漢字かな混じり文だ。日常表現の中にいろいろな文化が混在しているんだぜ。うんうん。そこに必要に応じてカタカナ、アルファベットが入ってくる。私たちは意識しなくても、平気でこれらの使い分けを行っているよな。普段使っている言語の中に、古代からの独自の感性と世界の最先端の知識がそのまま使われているんだね。新しい言葉は日々生まれている。今現在も常に新しい言葉を加えている日本語は、ひらがなという古代からの言葉を伝承しながら進化を続けているんだぜ。改めて、日本語の凄さがわかるね。使いこなすことが世界でも最も難しい言語の一つ。日本人は日常的に使用する文字だけでも、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットと4種類もあるんだぜ。そう言われると、使いこなしている日本人ってすごいよね。しかも、それぞれが単独で表現することも可能な独立した言語として存在しているんだ。それってつまり、日本語は4つの言語を使いこなしているということになるよね。そうだぜ。複数の表記文字を持つ言語は、身近なところでは韓国くらいしか見当たらないぜ。漢字とハングルだね。韓国でも何十年という間、漢字の使用を禁じたために文化が分断されてしまった。今も漢字復活の議論が絶えない状況だぜ。へえ、それは知らなかったよ。表記文字として意味を持っている表意文字は漢字だけだ。漢字は読みよりも、文字によって意味を伝えるものとなっているんだ。ああ、確かにそうだね。漢字以外の表記文字はすべて、表音文字となっている。言葉の音に意味があるものであって、文字は音を表す記号でしかなく文字そのものに意味はないんだぜ。いやー、奥が深いね。一般的な表記方法は漢字かな混じり文だ。必要に応じて、カタカナやアルファベットが使われると考えていいと思うぜ。でもさ、漢字には音読みと訓読みがあるよね。音読み漢字は完全な表意文字だが、訓読み漢字は表音文字でもあるんだ。訓読み漢字は両方の特徴を備えた漢字の使用方法ということができるだろうな。ほう、なるほどね。漢語では音読みとしての使用方法しかなかった漢字に対して、古代の大和言葉を表す文字としての、訓読みを与えたことはとんでもない発明と言えるぜ。ふむふむ、漢語の意味を大和言葉に置き換えた時に、送り仮名を伴いながら漢字を使用するようになったと思われるんだ。表記文字は4種類もあるけど、話し言葉としてはひらがなの1種類だけだよね。そうだな。聞こえる言葉もひらがなの音として聞いている。ひらがなの基本音は47音だ。濁点、半濁点、両音、発音などは両方として押さえておけば、47音からの展開で使用できるぜ。じゃあさ、日本語って習得しやすい言葉なのかな？話すことと聞くこと、つまり会話をすることだけに限って言えば、日本語は世界でも習得しやすい部類の言語になるぜ。ふーん、そうだったんだね。ところが表記文字が入ってきた途端に、最も難しい言語の一つになってしまうけどな。確かにね。そして世界の他の言語においては、子供たちが日常言語を習得するのは6歳頃には完成してしまうんだぜ。小学校に入る頃には、ほとんどの言語習得が完了しているんだね。小学校に入学して間もなく基本言語の習得は終了だ。その後は、言語の使用技術を学習することになるんだぜ。じゃあ、日本の場合は？日本の国語科においては、基本言語の習得20歳頃までかかるようになっている。それ以降も言語技術よりも書き取りや読解に重きが置かれていて、学校での学習ではほとんど言語技術を学ぶことはないんだぜ。言語習得が難しく時間がかかるから、その言語を使っての技術を学ぶ時間がないのかな。受験対策としての国語科の内容も書き取りと読解が中心になってしまうため、話すための技術や伝えるための技術や、聞くための技術を学ぶことなく社会に出ていくことになってしまうんだ。社会に出た後で、満足にコミュニケーションができないことってたくさんあるよね。使いこなすことがとんでもなく難しい言語であるにもかかわらず、使いこなすための技術についてはほとんど学んでいないわけだからな。
日本語同士の会話ですら、精度を欠くことが多いのにね。日本語は正確さを求めたら、とことん追求できる言語であるにもかかわらず、それが活かされていないんだぜ。他の言語に比べたら、巨大すぎるのかもしれないね。語彙と文法の2面からの研究。ここまでの話で、日本語は世界の言語の中でも孤立した言語であることも確認したよな。うん、文字のない時代の古代大和言葉、その成り立ちが他の言語との関係性が見出せないために、孤立した言語となっていることは間違いないようだぜ。どうやらそのようだね。しかし成り立ちを別にして、言語そのものを見ていったらどうだろうか？その観点から見たときに、日本語は本当に特殊な言語になっているのかどうかを、検証したレポートがあるんだ。どんな結果だったの？日本語が世界の言語の中でも特殊ではないという面から見た場合と、特殊であるとする場合を両方検討しているのが面白いところだぜ。比較ができるからわかりやすいね。言語の分析においては、言葉と文法の2面から検討をするんだ。ふむふむ、世界の言語を調べたデータでは、調査対象となった中でも日本語は極めて平均的なグループに属しているぜ。そうなんだ。言語によって基本的な構文が、どのようなものになっているかを調査したものもある。調査対象は1056言語に及んでいるぜ。その中で日本語は、調査対象の47を占めるグループに属している。すなわち構文から見ても、日本語は特殊であるどころか極めて普通の言語であるということがわかるぜ。世界にありふれた普通の言語ってわけだね。では、よく言われている日本語の特殊性というのはどこから来ているのか。これは、言語の発展伝達の系譜からだけ見た結果にしか過ぎないんだ。それはどういうこと？つまり、漢語導入の前に存在していた、古代大和言葉の起源がわからないだけのことだ。さらに漢語を利用して、古代大和言葉を表記する独自の文字であるかなを、生み出してしまったことの必然性が見つけられないってわけだな。言語の成り立ちでグループ化しようとした時に、ちょうどいいグループがなくて孤立したんだね。そういうことだぜ。少なくともこれらの現象に関する限りでは、日本語は通俗的に考えられているように特殊なのではなく、むしろ逆にごく普通のありふれたタイプの言語であることがわかるはずだぜ。うん、なんだかすっきりしたよ。まとめ。簡単に外国語を取り込むことが可能な言語、そして極めて造語力に富んだ言葉を持っていて、基本形の締め付けの厳しくない自由な構文を持つのが日本語だ。他の言語へ合わせての対応すら可能なものとなっているぜ。なんだか世界最強の言語は日本語ではないかという気がしてきたよ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいよ。皆さん、よろしく頼むぜ。では最後まで、ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、霊夢は、宗教って一体どんなものだと思う？宗教って、信仰を持っているとか、そういうことなのかなって思うよ。なるほど。宗教とは一般的に、人間の力や自然の力を超えた存在への信仰を主体とする思想体系、観念体系のことを言うんだ。また、その体系に基づく教義、行事、儀礼、施設、組織などを備えた社会集団のことを指すぜ。へぇ。宗教って具体的にはどんな要素があるものなの？多くの宗教に含まれる要素は、神聖、聖なるもの、信仰、超自然的な存在、残りの人生に規範と力を与えてくれる、ある種の究極、超越なものなどのうち、様々な範囲があるな。ふーん。私もだけど、日本人はあんまり宗教を気にしていない人の方が多いように感じるよ。確かにそうだな。よし、今日は世界の五大宗教と、なぜ日本人は無宗教なのかについて詳しく解説することにするぜ。無宗教の人が多いのは、世界でも珍しい国だよね。どうしてなのかとっても知りたいよ。じゃあ早速、世界の五大宗教から解説していくぜ。それではゆっくりしていってね。世界五大宗教。まずはイスラム教について話していくぜ。唯一絶対の神を信仰し、神が最後の預言者を通じて人々に下したとされるクルアーンの教えを信じ、従う一神教のことだ。漢字圏においては海教、またはフイフイ教と呼ばれているぜ。ふいふい教だなんて、読み方が可愛らしいね。一体どんな特徴があるの？ユダヤ教やキリスト教の影響を受けた一神教で、偶像崇拝を徹底的に排除し、神への奉仕を重んじ、信徒同士の相互扶助関係や一体感を重んじる点に大きな特色があるんだ。アッラーを崇拝する一神教だぜ。続いて仏教だ。インドの釈迦、ゴータマシッダッタ、ガウタマシッダールタ、ゴータマシッダールタを開祖とする宗教のことだ。仏教はブッダの説いた教えであるとされているぜ。詳しくはないけれど、私も仏教徒だよ。
世界的にもキリスト教、イスラム教に次いで幅広い国々へ広がっており、世界宗教の一つとみなされているんだ。特に東アジア、東南アジア、南アジアで広まっていて、日本でも多くの信徒がおり、出版物も多いようだ。うんうん。仏教については、視聴者の皆さんも同じ認識なんじゃないかな。その教義枠の輪廻から下脱することを目指しているんだ。原因と結果の理解に基づいていて、諸々の現象が演技するとされている。仏教は釈迦仏、その教えである法、その実践者である僧からなる三宝を中心に組織されているんだぜ。ふむふむ、お坊さんは釈迦仏の教えである法の実践者だったんだね。実践における会場への参学は、戒律、心を集中する禅定、物事の演技を観察する知恵であり、後ろ二つは合わせて止観とも呼ばれる仏教の瞑想法だ。実践にて重要となる能力は六波羅蜜や八正道のように、いくつかの方法でまとめられているぜ。次はキリスト教だぜ。ナザレのイエスが起こした様々な奇跡を信じ、さらに彼を旧約聖書に言及されている、キリストとして信仰する宗教のことだ。イエス・キリストが、神の国の福音を説き、罪ある人間を救済するために自ら十字架にかけられ、復活したものと信じられているんだ。キリスト教もよく聞くよね。イエス・キリストが十字架にかけられた時の絵も見たことがあるよ。教科書にも載っているからな。キリスト教の多く、カトリック教会、聖公会、プロテスタント、聖教会、東方諸教会などは、父なる神と、その子キリストと聖霊を、唯一の神として信仰しているんだぜ。彼の奇跡は新約聖書にまとめられているから、興味のある人は読んでみるといいぜ。次はユダヤ教だ。唯一神ヤハウェを神とし、アブラハムの子孫であるユダヤ人に伝えられた、ヘブライ語聖書を先祖代々受け継ぐ集団のことだ。タナハが重要な聖典とされているぜ。主にユダヤ人の人々が信仰している宗教だね。次はヒンドゥー教だ。ヒンドゥー教徒の数はインド国内で10億人、その他の国の信者を合わせると約11億人以上とされ、キリスト教、イスラム教に続いて、人口の上で世界で第3番目の宗教だ。世界第3番目の宗教は、ヒンドゥー教なんだね。私はてっきり仏教だと思っていたよ。インドは人口がとても多い国だからな。その影響も大きいかもしれないな。日本人が無宗教と言われるゆえん、現代の日本において、人々が宗教に関わるのはおおよそ、初詣、墓参り、願掛け、占い、寺院や神社への参詣、クリスマス、法事などだな。うん、私もそういう行事には参加するよ。多分、大部分の人々はこれらを宗教的なものと意識せずに関わっているんじゃないかな。おそらくはそうだろうな。けれど、だからといって日本人が宗教的なものを大切にしていないというわけではないと思う。統計数理研究所の第5日本人の国民性の宗教を信じているかと宗教心は大切かというデータを見ると宗教は信じないが3割なのに対して宗教心を大切に思っているのは7割だったんだ。あら、思っていたよりも多くの人々が宗教心を大切に思っているんだね。弓山達也氏によるとこの違いは宗教を信じていますかと聞かれると特定の教団に入信して特定の神なり仏なり教祖なりを信じているかと捉えてしまいそうなると宗教を信じていないことになるという考えに起因しているとのことだ。なるほど。じゃあどうして、このような宗教に対する接し方が現れるんだろう。おそらくは人々の宗教に対する接し方を規定する何らかの要因があるのではないかと思うぜ。宗教学者、天戸志摩呂氏によると、日本人の宗教心は自然発生的な宗教であり、あくまでも自然に発生し、無意識に先祖たちによって受け継がれ、今に続いてきた宗教としての自然宗教と、特定の人物や教義を唱えて、それを信じる人たちがいる宗教としての総称宗教に分けて考えられるそうだ。じゃあ、日本人の多くが無宗教と標榜するのは、自然宗教が人々にとって優勢であるからなのかな。その通りだ。この自然宗教をもう少し具体的に見ると、ご先祖に対する感謝の気持ちや村の鎮守に対する敬虔な心であり、そして初詣やお盆などの年中行事という教化手段を持ち、風俗習慣になっているものであると天氏は話しているぜ。そういうことだったんだね。また現代ではこの世のことを願い、仏たちには神々の導きによって、あの世や来世のことを願う暮らしをしてきた。けれど、廃仏毀釈によって神社から仏教職が一掃され、さらに神社合祀によって神社が国家の保護を受けるものと受けないものに分けられ、一地域一神社と統廃合されることによって自然宗教は天皇崇拝に取り込まれるものとそうでないものに分断された。つまりその結果、身近で親しい神々の否定につながっていったんだね。天氏が言うには、特に文明開化によって迷信祈祷が排除され、自然宗教は程度が低いか宗教とはみなされない風潮が広まったということだ。
じゃあ多くの日本人が無宗教を表明するのは、こうした日本の近代化による影響があるってことなんだね。また、同様に宗教学者の島田博美さんは、日本人が無宗教になったのは明治以降ですと指摘しているぜ。江戸時代までは神仏習合といって、土着の神道と外来の仏教が入り混じった信仰を日本人は持っていた。例えば、お寺に神が祀られることもあった。ふむふむ、ところが、神道の国教化を進める明治政府が神仏分離令を発し、仏教と神道を区別することになった。多くの人は戸惑いながらも、神道と仏教の片方だけを選ぶことは難しかったため、地域の氏神として神社に参拝する一方で、死者の供養については仏教に頼るような生活を続けた。このため、どの宗教を信じていますかと信仰を聞かれても、一つの宗教を答えにくく、無宗教ですと答えるしかなくなったというわけだ。無宗教を選んでいるというよりは、無宗教と答えるしかなくなるプロセスがあったんだね。国家が国民に一つの信仰を強制した神仏分離以降、日本人は自分たちが様々な宗教に同時に関わっていることで、私たちは宗教にいい加減だというコンプレックスを持つようになったんだ。わからなくもない感覚だね。海外の人々の宗教に対する思いと私たちの宗教への思いは、少し違うものを感じるから。その宗教的劣等感は現在まで続いていると島田さんは話しているぜ。昭和の時代になると、天皇を荒人神とする国家神道の名のもと、日本は戦争への道を突き進んだ。この反省から、戦後になって一転、神道と国家の結びつきは分断され、憲法によって政教分離が確立した。そんな時代もあったね。政教分離は日本の歴史的には良いことだったと思うよ。また、地理的な理由もあるんだ。世界五大宗教のうち、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三つは発祥が中東だが、中東で生まれた宗教が伝わるには、日本は距離がある。確かにちょっと遠いよねー。残る二つのうちヒンドゥー教と仏教はインドで生まれ、日本には中国経由で仏教のみが伝わった。また島国でもあるから、世界の宗教を信じる多民族と本格的な戦争もあまりなかったんだ。だから日本的な宗教観価値観で、ぬくぬくとやってこられたんだね。また、もう一つの理由としては、神道がもともとあり、その上に仏教を受け入れたからだ。仏教が日本に伝来したのは6世紀半ばだけれど、当時の日本にはすでに神道が存在していたんだ。もっとも、この時代には神道という言葉は使われておらず、日本古来の民族宗教といった方がより正確かもしれないけどな。この神道というのは、自然崇拝がベースになっているの。空にも海にも山にも川にも、自然界のすべてに神様がいるという考えだから、キリストやムハンマドやお釈迦様のような階層もいなければ、聖書やコーランのように、教えを系統化したものもないんだ。宗教だとはっきり意識しないまま、八百万の神様を信じ、神様を信じたまま仏教を受け入れたんだから、曖昧になるのも頷けるね。そこが日本人のいいところでもあるけどね。ああそうだな。ただ、このような曖昧な宗教観の上には、難しい教義や厳しい戒律は馴染みにくいと考えられるぜ。実は日本人は無宗教ではない。概して日本人の信仰のベースは自然宗教だと天氏は述べている。人々は土地や家の神々を礼拝するが、教義はあまり発達していない場合も多いんだ。そうだね。無宗教とは何かを考えてみると、広い意味で神道と言えるかもしれないし、民間信仰と言えるかもしれないね。まずは自然宗教の影響があり、その後に創生宗教の影響を受けたにもかかわらず、それがしっかりとは根付いていない。そのため強い創生宗教に出会うと何か戸惑ってしまい、自分は創生宗教には馴染めないと考える日本人は多いんだぜ。なるほど。それが教義の宗教を信じていないという意味で、多くの日本人が自らを無宗教という理由になっているんだね。天氏も同じように考えているみたいだぜ。日本人の大勢が、新年を迎えたら社寺に初詣に行くだろ。受験生なら、神社で合格を祈願することもあるね。縁結びなどで神社仏閣を巡る方も少なくないよね。日々、神棚や仏壇を拝んだり、お天道様に感謝したりする方も多いし、山に登って朝日を見た時、なんとなく神や大いなる存在を感じた経験をした方もよく見られるよな。そうした観点から見たら、日本には実に多彩な宗教行動や宗教感情があって、日本人には豊かな宗教性が備わっているように感じるね。私もそう思うぜ。ただ、そのあり方が、一神教のキリスト教やユダヤ教とは違うだけなんだよな。日頃どんな宗教的行動をとっているかを尋ねたところ、年に1、2回程度は墓参りをしているが最も多く、ついで仏壇や神棚に花を供えたり、手を合わせたりするとなり、先祖や亡くなった肉親の霊を祀るを含め、異例的行動の実施率が高いことが分かった。確かに私もお墓参りを思い浮かべたよ。
また魔除けやお守り、お札などの縁起物を自分の身の回りに置いているや、この1、2年の間に、身の安全や商売繁盛、入試合格などを祈願しに行ったことがある、などの現世利益的行動も実施率が半数を超えているけれど、決まった日に神社仏閣などにお参りに、あるいは教会に礼拝に行く、聖書や経典など、宗教関係の本を触れて読んでいる。普段から礼拝、お勤め、布教など宗教的な行いをしている、という自己修養的行動に関する項目は実施率が低いようだ。毎日習慣化して行っている宗教的な行動って、あんまりない気がするよ。以上のことから、異例的行動には年齢層による実施率の違いが見られるけれど、現世利益的行動では、女性でやや実施率が高いという程度で、年齢層による違いは見られなかったぜ。へぇ、現世利益的行動は老若男女に浸透しているんだね。新年の祝賀、町の中心部から人里離れた山の奥まで、日本全国には7万、5000を超える寺社が存在し、特定の行事ともなると多くの人々が集まるな。そうだね。最も重要な行事はお正月だね。またそのしきたりは、極めて仏教的でもあるんだ。大晦日に僧侶が鳴らす除夜の鐘には、人間の罪を浄化する意味がある。また鐘を108回打ち鳴らすのは、すべての人間は108個の煩悩に縛られているという考えからなんだぜ。へぇ、そうだったんだね。人間には108個もの煩悩があるんだ。そうだぜ。1月1日には前の年に犯した過ちを熟考し、より良い人生への解決へと導く、首相へと呼ばれる行事が行われるんだ。熟考によって解決を導き出すのは、仏教の基本理念でもあるんだぜ。なるほど。そんなところに仏教の基本理念があったんだね。先祖を迎えるお盆。お盆は夏に行われる行事の一つだな。夏の夜には数々の提灯の下で踊る、盆踊りという祭りが催されるけれど、これも仏教を由来とする行事だよね。毎年楽しみにしている人も多いんじゃないか。また、お盆は先祖の魂が帰ってくる行事で、通常3日間にわたって行われる。その日には魂が迷わないように家の前に盆提灯を吊り下げるのが習わしだな。盆踊りにもまた、先祖の魂を祀る大切な意味合いがあるんだよね。そうだ。そしてお盆の最終日には先祖の魂を再びあの世へ導くために、川や海へ灯籠を流す、灯籠流しという行事が行われる。このように灯籠や提灯と深い関連があるため、お盆はランタンフェスティバルと訳されることも多いんだぜ。なんだか楽しいお祭りみたいな名前に訳されているね。節分。年の初めといえば、2月に、日本の家庭で行われる行事、節分があるな。節分にはどういった意味があるの？節分には、季節の節目という意味があり、先進と浄化を目的として行われているんだ。またその日は悪鬼や悪霊を家から追い払うために、行った大豆を撒くという行事だぜ。ただ鬼をやっつけるだけの行事じゃなかったんだね。ポップカルチャーの中の仏教。日本の映画やテレビ番組、ゲームには仏教の教えや設定、造形物などがモチーフとして多く取り入れられているよね。そうだな。特に人生を変えた映画やアニメには、地蔵やダルマといった仏教のシンボルが様々な形で登場するものがあるな。さらにカルマや瞑想、蘇生、陸道といった深遠な思想をテーマにした映画やアニメも多いよね。だから日本のカルチャーは面白く、興味深いものに見えるんだろうな。世界の多くの国では、宗教教育が学校教育の一環として行われている。政教分離の制度を取り入れている国でも、地域によっては、そこで普及している宗教について学校で学んだり、信仰を実践したりしているんだぜ。へえ、それはつまり、学校という人間形成の場において、信仰を育むことが重要視されているってことなの。そのような宗教と教育の密接な関係性の中で育った外国人は、日本に来ると、驚くことが多いように思う。日本人に宗教は？って尋ねると、大抵無宗教ですという答えが返ってくるからかな。もう少し掘り下げて質問をすると、お墓がどこにあるとか、それによって宗派が異なるとか、さらに仏教と神道の両方の行事をあれこれしているといった話が始まるだろう。地域の行事などには宗教に関係なく参加し、家族の行事では自分の宗派に従うといったところかな。様々な宗教を無自覚に受け入れる日本人の宗教的寛容さは、日常の行為にも頻繁に見出されているんだ。日本人の宗教へのフレキシブルな対応は、ある意味で宗教的にさえ見えるぜ。そういう風に見えているのかもしれないね。日本では、日常生活の様々な行為の中に宗教的な意味が含まれていたとしても、その意味が深く詮索されないもんね。例えば、いただきます、ごちそうさま、お邪魔しますといった言葉は、誰に向けて発せられているのだろうか。おそらく、食事を提供してくれた人、自宅に迎え入れてくれた人にだけ発せられているわけではないと思うよ。そうだな。私自身、
深く理解しているわけではないのだけれど、日本の人たちの日常生活を観察していると、様々な行為がどこか宗教と深く関わっているように感じられるんだ。うん。そしてもし、これらの行為を無自覚にしているのだとすれば、日本の社会にはかなり宗教意識が浸透しているように思えてくるね。日本人の宗教観。日本人の回答では、宗教の基本的意義として、死後意味あるものにすることと答えた人は、9.7% と1割に満たず、世界60カ国で最も少ない点が印象的だ。へえ。じゃあ現世を意味あるものにすることだと思っている人が多いのかな。現世を意味あるものにすることが多いかというと、回答率は 47.7% と死後に比べれば多いけれど、他国と比較してそれほど多いわけではない。残りはわからないや無回答であり、日本人の場合、こういう聞き方をされても困るという反応であるかのようだな。そうなんだね。日本と同じような回答の傾向を持つ国はあるの。中国やシンガポールといった国でも同様の傾向があり、儒教国としての宗教観が影響している可能性があるんだと思うぜ。日本人の回答のうちで最も多かったのは、4の神の存在を信じる時もあるし、信じない時もあるの 32.2% であり、これが選択肢の中で最も多かったのは日本だけなんだ。また、この回答率は2番目に値の高かったハンガリーを大きく凌駕しているんだぜ。この気持ち、すごくわかるよ。私も多分この回答をすると思う。神の存在は証明できないとする2の選択肢も日本が一番多いけれど、こちらの方は2以下とそれほど離れていないんだ。これらから、4の回答率の高さが日本の最大の特徴点であると言えそうだね。すなわち、日本人は、神の存在はわからないから信じないという合理的な考えを持っているというよりは、むしろ、気分によって信じる時も信じない時もある以上、存在するとは言い切れない、としているだけということだな。存在か無かという、普通はどちらかに決めるしかないようなことでも、場合によっては、どちらでも良いとしていて構わないと考える点が、日本人の特徴なんだろうね。また CSM は、2013年の伊勢神宮の式年遷宮の年には、過去最高の1400万人もの人を集めたことに注目しているぜ。それはどうしてなの？その理由として、特に若い世代での参詣者の増加について、将来への不安が背景にあるのではと推測しているんだ。伊勢神宮の神宮寺長広報課員の音羽悟氏は、20年もの不況で多くの人が目的を失い、将来について不安を感じているため、スピリチュアルな癒しを求めている、と同時に述べているぜ。困った時の神頼みって言葉もあるもんね。現代の日本人の大多数は、実際にはいわゆる宗教儀礼に参加してはいるものの、特定の宗教組織に対する帰属意識は薄く、自分のことを無宗教と考えるものも多いんだ。この場合の無宗教は、神や仏の存在を否定する無神論とは異なり、何かしらそれなりに信じているが、それを宗教とは認識していない。また特定の宗教組織や教義に全人格的に帰属してはいないということだな。ふむふむ。また、オウム真理教による地下鉄サリン事件や、イスラム原理主義組織によるアメリカ同時多発テロの影響により、宗教へのイメージが悪化し、伝統宗教、新興宗教の区別なく、宗教活動への過度の傾倒を危険視する認識が広まったんだ。それは確かにそうだね。だから、宗教に熱心な人は危険人物、宗教そのものも危険思想とみなされる傾向があるよね。加えて、公共の場所において宗教について語ることは一般に避けられる傾向にあるんだ。海外から見た日本の宗教。ブラジル人には、日本は仏教の国と思われているようだ。それはどうしてかな？宗教を聞かれた私が仏教徒だと答えると、すべての人がやっぱりと言うからだぜ。じゃあ、逆に日本にもキリスト教など他の宗教を信じる人もいると言うと驚かれるのかな？驚かれるぜ。日本人が信仰しているのは仏教だけというイメージがあるようなんだ。そんなブラジルは約 65% の人がカトリック教徒で、他にも仏教を含め多くの宗教が存在しているぜ。けれど複数の宗教が同時に自然に溶け込む日本の日常を、ただ一人を神と崇めるクリスチャンのブラジル人には理解しにくいみたいだね。そうなのかもしれないな。日本では、仏壇が置いてあるうちで神棚に手を合わせるのは普通だし、12月になればそこにクリスマスツリーを飾るのも当たり前と言っても不思議そうな顔をされるばかりなんだ。霊夢は、日本人の仏教観はどのような行動、生活に反映されていると思うかな。生死観に関して特に仏教の存在が感じられるかな。予測しなかった事故とか出来事が起こった時にどういう対応をするかといった時に、仏教的なものが無意識の中にあるという感じがするよ。つまり、仏教の良いところを言えば、責任を重んじるということだな。この悪い結果は、自分が作ったといったような、責任を重んずる、カルマという発想が日本の社会に根付いていると言えそうだ。そうだね。まずは自分の行動を振り返ることが多いかも。
例えば、西洋では大変な事件が起きた場合は、なぜ、神はそれを許すのかと考える人がいる。仏教では自分以外の神がいないので、直面しなければならない。超人間的な力に任せるだけでは説明できない、自分の人生に対する責任感が生まれるんだろうな。あと、臓器移植問題についても仏教をすごく感じたよ。日本では臓器移植法に反対する人が多いのは仏典から来ているんだろうな。そもそも、脳死イコール死という考え方は西洋医学的な概念なんだ。仏典での生命のあり方は、体が温かいうちは生命力があるというものだから、熱があって生きているように見える人を臓器摘出によって死なせるのは許せないと思う人が案外多いんだよ。日本では提供者が少ないのもそれが原因の一つなのかもしれないね。仏教は臓器移植に反対というわけではないのだけれど、そもそも死の定義が西洋医学と違うんだ。さて、古代宗教と日本人が無宗教という理由がわかったかな。うん。単に無宗教というわけではなくて、そう思われたりそういう理由がちゃんとあったね。ああ、何事にもちゃんと背景があるんだよな。それに一つの宗教を絶対視することが少ない日本人の宗教観は、多くの外国人にとって、とても興味深いものであるようだったね。そんなところが日本の良さでもあるからな。そうだね。この動画が面白かった、宗教の世界をもっと覗いてみたくなったら、チャンネル登録、グッドボタンをポチッとしてくれたら、とっても嬉しいよ。よろしくお願いいたします。それでは視聴者の皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、今日はどんなことを紹介してくれるの？そうだな、では日本人はどこから来たのか？どう発展したのか？このテーマはどうだ？いいね。その謎を DNA の情報に基づく最新研究で、解明しようとするプロジェクトが進められているんだ。ヤポネシアゲノムと名付けられた文部科学省の新学術領域研究だぜ。わぁ、なんだかすごそうな名前だね。この動画を見れば、日本人の起源についてわかるぜ。それではゆっくりしていってねー。まずは、日本人はどのようにして成立したと考えられてきたのか、少しおさらいしてみるぜ。うん、そこは大事なところだね。最初に広く支持されていたのは、縄文時代から日本列島にいて主に狩猟採集を行っていた人たちと、稲作と共に大陸からやってきた人たちが交わることで、現代日本人が生まれたという説だな。でも実際は、もっと複雑だったとも言われているよね。もっと多くの渡来があり、交流を重ねることで、現在の日本人は生まれたのではないかと言われている。例えば、弥生時代から古墳時代に移り変わる際にも、各地に大きな墳墓が作られるようになったり、馬の飼育が始まったりして、かなりの文化的変化が生じたとされているんだぜ。そうなんだね。現代日本人のルーツは3つあると考えられているぜ。へぇ、3つもあるんだ。まずは、縄文時代の人骨の DNA だ。新たに解析が行われた愛媛県の上黒岩岩影遺跡や富山市の小竹貝塚、それに千葉県の小作貝塚など、様々な地域のものだ。しかし、いずれも大陸の人骨とは異なる独自の遺伝情報を持っていたらしいぜ。ふむふむ。次は、弥生時代の人骨だ。長崎県の下本山岩影遺跡から出土した人骨には、縄文人が持つ遺伝情報に加えて、現在のロシアのバイカル湖や中国の両島半島周辺の、北東アジアにルーツを持つ集団の遺伝情報が含まれていたそうだ。日本列島に渡来した人たちがいたということかな？少なくとも一回、この段階で日本列島に渡来した人たちがいたものと見られるな。なんだかロマンを感じるね。そして、古墳時代の人骨だ。金沢市の岩で大受け壺から出土した人骨には、縄文と北東アジアに加えて中国の黄河流域など、東アジアの広い地域に、ルーツを持つ集団の遺伝情報が加わっていることが明らかになったんだぜ。時代を経るごとに遺伝情報は多様化していってるんだね。そうだな。徐々に本州に住む現代日本人に近くなっていったことが示されている。じゃあ、その3つがルーツ？現代人のルーツについては、縄文、弥生、古墳の、少なくとも3つの異なるルーツを持つ集団の存在を重視する必要があると見ているようだ。日本人のルーツの一つ、縄文人は、極めて古い時代に他のアジア人集団から分かれ、独自に進化した特異な集団だったことが、国立遺伝学研究所の斉藤誠也教授らの、グループによる縄文人の核 DNA 解析の結果で分かったんだ。へぇ、独自の進化とは興味深いね。現代日本人、特に東京周辺は、遺伝情報の約 12% を縄文人から受け継いでいることも明らかになったぜ。ところで、縄文人から遺伝情報を受け継いでいるって話だけど、
その縄文人について詳しく教えてほしいな。縄文人とは、約1万6千年前から約3000年前まで続いた縄文時代に、現在の北海道から沖縄本島にかけて住んでいた人たちを指すんだ。平均身長は男性が160センチ弱、女性は150センチに満たない人が多かったようだ。彫りの深い顔が特徴だね。そうだな。現代の日本人と比べると背は低いが、がっしりとしていたぜ。土器なんかも有名だよね。ああ、世界最古級の土器を作り、約5000年前の縄文中期には、華麗な装飾を持つ火炎土器を作り出すなど、類を見ない、独自の文化を築いたことで世界的にも注目されているぜ。そうなんだね。縄文人は身体的な特徴などから、東南アジアに起源を持つ人々ではないかと考えられてきた。うん、どう見ても東南アジア系だよね。しかし父系、母系両方の遺伝情報が入った核 DNA 解析の結果、東ユーラシアの人々の中では遺伝的に大きく異なる集団であることが判明したんだ。え、そうなの？北海道や東北の縄文人は、本州や九州の縄文人とは明らかに異なっており、本州と九州の縄文人は現代の東アジア人に似ていたとされているんだぜ。同じ日本でも違っていたんだね。この縄文人は時期によって異なるが、地域ごとに4から9のいくつかの諸集団に分かれていたと考えられている。日本列島に居住していた後期旧石器時代の人々が、後に縄文文化と総称される、文化形式を生み出し、日本における縄文人諸集団が出現したと推測されているんだぜ。へえ、いくつかのグループに分かれていたわけだね。縄文人の形質的な特徴を一般的に表すと、次のようになるぜ。まず身長は平均して成人男性で155センチ前後、成人女性で150センチ弱だ。いわゆる彫りが深い顔立ちであり眉間が突き出ているが、一方で鼻の付け根が引っ込んでいる。眉毛は濃く、目は大きめで、まぶたは二重、唇はやや厚めで顎の骨が発達している。視聴者の皆さんも、教科書などで一度は目にしたことがあるよね。縄文人は顔の彫りが深く、上腕骨や大腿骨に対して肘や膝から先の骨が相対的に長いため、これまでは南方が起源との説が有力だったんだ。しかし北海道から九州の20遺跡で出土した縄文人の人骨を分析したところ、胴長短足だったと見られることが分かったんだ。胴長短足？他人事ではないわ。こうした特徴を持つ人々が日本列島に出現した時期は、最終氷期の最寒冷期が終わった後と見られているぜ。最終氷期って1万8000年前に氷河が堆積して海水面が最も低くなり、オホーツク海から北海道に歩いて渡れるようになった時期のことだよね。ああ、そうだ。よく知っているな。これでも学生時代は真面目に勉強していたのよ。日本列島に住む人々の形質は、弥生時代以降現代に近いものに変化していくが、これの主たる原因についての見解は分かれているんだぜ。結局いろんな定説があるってことなんだね。かつてアイヌはコーカソイドではないかと考えられていたことがあるように、縄文人も形質的にコーカソイドに類似するとの研究もあるんだ。だが形質人類学の分野では、化石人骨が比較的多く見つかっている。北東アジアと日本列島の旧石器時代人との類似を指摘する研究が多いんだ。つまりどういうこと？これまでに出土した化石人骨と縄文人の関係を見ると、縄文人に最も近いとされているのは沖縄島出土の港川人だ。形質面から見ると縄文人は港川人の次の段階とまでは言えず、両者の間にはさらに一つか二つのミッシングリンクがあると考えられているぜ。へぇ、それはどんな？港川人の頭骨は和弱人に近く、柳江人や山頂道人にはそれほど似ていないため、少なくとも琉球湖の縄文人の祖先は環太平洋方面から来たのではないかとの見方がある。うんうん。一方で、縄文人は旧石器時代のシベリア南部の集団に由来するとする研究もあるんだ。縄文人は日本への様々な移動ルートを使用して、多様な旧石器時代の人口から派生したってこと？そうだな。この点で、縄文の生物学的アイデンティティは異質であり、縄文として知られている共通の文化に属している可能性のある、多様な人々を示している可能性があり得るんだ。なるほどね。2017年の近藤治による頭骨測定の研究では、縄文人はかなり異質であることが分かったんだ。南縄文人と、北縄文人は大きく異なっていたんだぜ。日本の半分ずつで違っていたということ？九州、四国、本州の、縄文人南部は、現代の東アジア人とほとんど同じだったが、縄文人北部は異なる表現形を持っていたんだ。縄文人の大多数は古代東アジア人の子孫だが、北海道の縄文人は、異なる遺伝的祖先を持っているようだな。北海道縄文人と本州縄文人の間には遺伝子流動の証拠があるんだ。ふーん、先祖が違っていた可能性があるわけね。実は、二
系のループをたどることができる Y 染色体ハプログループは、数万年にわたる長期的な追跡に適していて、1990年代後半から研究が急速に進展したんだ。その研究で何がわかるの？長らく日本人は、Y 染色体ハプログループ B1A2A の縄文系と、ハプログループ O1B2 の弥生系を起源とする、二重構造モデルが主流だったんだ。だが最新のゲノム解析で、ハプログループ O32C の古墳系からなる、三重構造モデルであることが証明されたんだ。おお、一つ増えたんだね。この、Y 染色体ハプログループ B1A2A の縄文系は、日本人及び琉球民族とアイヌ人や、本土日本列島奄美群島及び琉球列島と、千島列島の3集団に多く見られるタイプだ。それは国外でも見られるの？韓国、ミクロネシア、ティモール島などで低頻度に見られるぜ。へぇ、そうなんだね。このハプログループ D1A2A はアイヌ人の 75% に見られることから、D 系統はかつての縄文人のものであると考えられているな。ただし縄文人のハプログループが D1A2A だけだったわけではなく、ハプログループ C1A1 も縄文人由来と考えられているんだ。なんだかややこしい話だね。ハプログループ D 系統はヤップ型とも言われ、現代アジアにおいて支配的な O 系統や C2 系統とは分岐から7万年以上経ていて、最も近縁であり同じヤップ型である E 系統とも 6.5 万年前に分岐した系統なんだ。現在 D 系統は、日本列島以外で高頻度の地域はチベットとアンダマン諸島しかない。ハプログループ D は、現代の東アジア人とシベリア人に近い。東アジアのハイランダーズに関連していて、縄文時代後期に増加し、C1A1、K、B などの以前の縄文時代の系統に大きく取って代わったとされているな。質問なんだけど、弥生人とは同じ系統なの？当時の弥生人や現代東アジアにおいて支配的な O 系統は、ウラル系の N 系統やコーカソイド系において最多的な R 系統などと近縁であり、縄文人やアイヌ等のヤップ型とは全く異なるグループなんだぜ。ということは、以上のことから縄文人から自然進化的に、弥生人が派生したという説は完全に否定されているぜ。そうだったんだね。日本列島に D 系統の人々が入ってきたのは、数万年前の最終氷期地続きの時代と考えられている。その証拠として、日本人の D 系統にのみ見られる多くの SNP の発生が挙げられるんだ。それって突然変異が起こったとか？そうなんだ。SNP は突然変異により発生する確率的な事象であるから、発生数によって時間の経過がわかるんだぜ。日本固有の D1A2A 系統は、その発生から 3.5 から 3.7 万年ほど経っているとされ、考古学から求められる日本列島に最初に原生人類集団が到来した時期と一致している。時間の経過がわかるなんて驚きだね。長らく縄文人の人骨より Y 染色体ハプログループは分析されてこなかったが、北海道礼文島の船泊遺跡から出土した人骨、船泊5号の Y 染色体ハプログループが D1A2A2A であることが判明したんだ。これにより、ハプログループ D1A2A は縄文系であるという従来よりの仮説に一つ近づいたが、検証したのは長い縄文時代の中期のたった一人であるため、時代、地域ともに広範囲での多数の検証が期待されるな。確かに、一人だけの検証では何とも言えないよね。ハプログループ C1A1 は各3年代と縄文文化開始の時期が一致しており、今後の研究によっては初期の縄文人の主要な DNA となる可能性があるな。C1A1 は日本人固有であり、現在の日本ではおよそ 5% の頻度で発見されているんだぜ。早く研究が進んで解明されるといいね。父系のルーツをたどれる Y 染色体ハプログループに対し、ミトコンドリア DNA ハプログループは母系のルーツをたどることができる。ただし、ミトコンドリア DNA は稀に男性の DNA が混じることや、人間より健少個体の多いネズミの DNA 測定では、ハプログループの分岐や時期が、事実とは全く異なっているので、あくまでも Y 染色体 DNA など、他の資料とともに考察する必要があるな。なんだか科学の実験みたいな話だね。母系のミトコンドリア DNA の分析によって縄文人のルーツの一角が解明され、日本固有のハプログループ M7A や南方系と共通の遺伝子を持つ、ハプログループ B や F を持つことが知られている。ふむふむ、宝来聡の研究によると、東南アジアの少数民族から日本列島に位置する琉球古人やアイヌまでが共通の因子を持つ、とされ、形質人類学においてはこれらの人々が縄文人と最も近いとされることから、縄文人のルーツは東南アジアの旧石器時代人との見方が可能であるんだ。なんか証拠などもあったのかな？それを裏付けるように、国立科学博物館人類研究部によると、上野原遺跡の縄文人から同様にハプログループ M7A が検出され、縄文人は現在は海底に沈んでいるフィリピン沖のスンダランドが起源で、
北上して南九州に到達、大隅半島西北部の小高い大地にある上野原遺跡と呼ばれる。最古の村から日本列島全域へ M7A 系統の縄文人が拡散したと想定しているんだ。縄文時代にすでに北海道に到達していたということ？ああ、そうだ。さらに2010年までに沖縄県石垣島の白保佐尾ネタバル洞穴遺跡から発掘された旧石器時代の人骨を国立科学博物館が分析した結果、国内最古の人骨とされた4点のうち2点はハプログループ M7A であることが分かったんだ。ほう、そうなんだね。また北海道の縄文人はハプログループ N9B が最多で M7A は少なく、東北地方の縄文人も似た傾向を示しているんだ。このことから縄文人のルーツは一つではなく複数あったと考えられるな。とても奥が深いね。日本列島に居住した後期旧石器時代人を縄文人の直接の祖先と見た場合、問題となるのは、これら日本列島の後期旧石器時代人はどこから来たのかという点だよな。確かにね。石器の形式に注目してみると、後期旧石器時代の日本列島には、ナイフ型石器と砕石人という、同じ用途に用いられる2種類の石器が存在していたんだ。ナイフ型石器って日本にしかなかったのかな？ああ、日本列島で独自に発達したものと考えられ、鹿児島県上野原遺跡の調査などから発見されているんだぜ。なるほどね。しかし珍しい例外としては、砕石人はバイカル湖周辺に起源を持つもので、日本列島に伝播したのはおよそ2万年前、宗谷海峡経由で北海道にもたらされたんだ。砕石人が東北や北陸に伝わるのはおよそ1万5000年前だな。ということは、民族が移動していた可能性があるとか？その通りだ。この時期に北東アジア方面から砕石人の技術を持った少数の人々が、北方からも日本列島に移動してきたことになるというぜ。石器からもいろんな情報が解明されているということか。これまでの核ゲノム解析などに基づく研究では、二重構造モデルを支持する結果が得られている。また、アイヌと琉球の人々は縄文人の遺伝的要素を強く残し、本土の日本人についても縄文人の要素を 10-20% 程度残していることが分かってきたんだ。本土の方が縄文人の要素はわずかなんだね。さらに、縄文人はかなり古い時代に東アジア人の共通の祖先から分岐し、独自の進化を遂げた集団である可能性が出てきたんだ。ただ、縄文人がいつ、どこから日本列島にやってきたかを知るには、さらに多くの縄文人と他の地域の東アジア古代人の核ゲノムを解析する必要があるな。そう簡単にはわからないってことだね。一方、日本列島人の形成について二重構造モデルを修正した3段階トライ説を提案しているぜ。3段階トライ説とは？まず第1段階は旧石器時代から縄文時代中期に、ユーラシア大陸各地から狩猟採集民が渡来した。第2段階は縄文後晩期の渡来人の波だ。大陸沿岸の漁業を中心とした海の民が日本列島に移住したんだ。ほう。それから第3段階は弥生時代以降、前半に朝鮮半島を中心に大陸から遺伝的に少し異なる人々が渡来した。九州北部に水田稲作をもたらしたんだ。へえ、稲作が伝わったのはその時なのか。後半は引き続き大陸から渡来民が到来し、列島中央部の政治の中心が九州北部から現在の近畿地方に移った。北海道北部にはオホーツク文化人が渡来し、第一段階の渡来人との混血が進み、アイヌが形成されたとの説だ。だんだんと結びついてくるね。また、第三段階で列島中央部に中心軸が形成され、北陸など周辺部分との内なる二重構造が生じたと考えているようだ。そうだったんだね。20万年前にアフリカで誕生した原生人類は、7万から8万年前にふるさと、アフリカを離れ、世界各地へと広がっていった。旧約聖書に登場するモーセの、出エジプトになぞらえ、出アフリカと呼ばれる他大陸への進出と拡散で、西に向かったのがヨーロッパ人の祖先、東に向かったのがアジア人や、オーストラリア先住民アボリジニらの祖先となったんだ。縄文人は、東に向かった人類集団の中でどういう位置づけにあったんだろうね。最初に分かれたのは、現在、オーストラリアに住む、アボリジニとパプアニューギニアの人たちの祖先だ。その次が縄文人の祖先だと考えられるな。しかし、縄文人の祖先がどこで生まれ、どうやって日本列島にたどり着いたのか、全くわからないんだ。縄文人の祖先探しが、振り出しに戻ってしまったね。アフリカを出た人類集団が日本列島に到達するには、内陸ルートと海沿いルートが考えられるが、縄文人の祖先は、どのルートを通った可能性があるのだろうか？海沿いじゃないかな？おそらくそうだろうな。大陸を海伝いに東へ進めば、必ずどこかにたどり着く。
海には魚がいるし食料にも困らない。一つの集団の規模は、現在の最終狩猟民の例などを参考にすると、100人から150人ぐらいだったと推測されているぜ。じゃあ、縄文人の祖先が分岐したのはいつ頃なんだろうね。オーストラリアやパプアニューギニアに移動した集団が分岐したのが、約5万年と言われるので、5万年より古くはないだろうな。2万から4万年前の間かな。日本列島に人類が現れるのが約3万8000年前の後期旧石器時代だから、4万年前あたりの可能性は十分にあるな。旧石器時代人と縄文時代人のつながりは明確にあると思うんだ。どうしてそう思うの？後期旧石器時代はもともと人口が少ないから、日本列島にいた少数の、後期旧石器時代人が列島内で進化し、縄文人になった可能性も考えられるんだぜ。なるほどね。沖縄県で約2万年前の旧石器時代の遺跡から見つかった湊川人が、現代の日本人に遺伝的に直接つながる祖先だった可能性が DNA 解析からわかったんだ。日本人のルーツは、縄文人や大陸から渡来した弥生人による、根結説が有力だが、さらに古い湊川人まで遡ることになるな。DNA 解析って何でもわかっちゃうね。湊川人の人骨は、1970年に沖縄県で複数発見された。日本では数少ない旧石器時代の人骨で、出土した場所の地名から湊川人と呼ばれているんだ。身長は150センチ程度と小柄。肩幅は狭いが、下半身の骨格は丈夫で、荒れた土地を走るのに適していたらしい。わぁ、随分と小柄だったんだね。日本人の起源は、約1万5000年前から約3000年前にかけて、北海道から沖縄まで広く居住していた縄文人と、その後に大陸から渡来した、弥生人が混血したことが DNA 解析などから裏付けられてきたな。そうだね。一方、縄文人より古くからいた湊川人との関係はこれまで不明だった。というのも、出土した人骨や遺跡だけでは、湊川人が別の土地へ移ったり、途絶えたりした可能性もあり、直接の祖先とは限らないためなんだ。湊川人の顔の骨格が縄文人とあまり似ていないこともあり、論争になってきたんだぜ。いつの時代も論争は絶えないね。母から子に受け継がれるミトコンドリア DNA は、突然変異によって地域特有の痕跡を残すため、比較すれば集団の由来を遡ることができるんだ。へぇ、すごいね。保存状態がよく全身骨格が残る湊川人1号の人骨から DNA を抽出して分析した結果、湊川人1号は、現代日本人や縄文人、弥生人に多く見られるタイプの、祖先型の遺伝子を持つことが分かったんだ。それは具体的にどういうこと？湊川人の集団が、日本人の遠い祖先に当たることを示唆しているぜ。一方、分析した現代日本人約2000人の中に、湊川人1号と同じ遺伝子の特徴を受け継ぐ直系の子孫はいなかったんだ。なるほど、そういうことか。湊川人の遺伝情報を調べることに成功したのは今回が初めてだ。創建大の五条堀淳講師は、日本列島の人の集団は、旧石器時代から現代に至るまで、遺伝的に繋がっていそうだと分かった、と話している。今後、研究が進めば、現代日本人の中から湊川人の直系の子孫が見つかる可能性もあるらしいぜ。今後の研究に期待だね。医療や農業などの分野で注目を集める DNA だが、古代の人たちがどんな風に暮らしてどんな交流をしていたのか、DNA の解析を進めることによって、その秘密が解き明かされる日は、間近に迫っているのかもしれないな。早くその日が来るといいよね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを、ポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。